32番職人歌合わせに描かれた、京都市時代剤で、カツラメに噴した女性たち。手に、曲げ物の器を持つ。カツラメは、山城国く,くずの郡カツラに住んでいた、あるいは頭に被り物、カツラをつけていたことからそう呼ばれた女性であり、かつて時代により巫女、行商、遊女、助産師、よしく芸能者といった役割を担った。カツラ御前、カツラ姫。 カツラの女とも呼ばれた。カツラの地は、現在の京都市西京区のカツラ川右岸一帯であり、古代、中世を通じて、カツラミクリや、カツラ殿、上カツラし下、カツラ層といった荘園が造営された地である。8世紀前半の日本書紀にはすでに、クズノとして登場したカツラは、も、カツラ層に由来するもカツラ村を指し、カツラ目が済んだとされるカツラの地は、 下桂村の損益を指す。北側は、徳大寺村、西側は、上桂村と、千代原村、南側は、川島村と下津林村、東側は、桂川に接するという損益である。桂に住み、神宮古豪を主催神とした紀伊軍伏見の、五皇宮神社に属し、同社及び、八幡三所大臣として、神宮古豪を、最神の一柱とする。 続き軍八幡の岩清水、八幡宮に仕える巫女に由来を求める説がある。カツラメの特徴とされる白い布で頭部を覆うカツラ法は三冠征伐の際に神宮皇后からカツラメの子祖が頂戴した腹帯に由来するという伝説がある。カツラメの子祖は竹内すくねの娘、カツラ姫であり、カツラ姫が伝えた雨の製法が後の 桂ツとなったとも伝えられる。平安時代後期には、久保人として、桂川で収穫した鮎を朝廷に献上する、迂回集団の女性が源流であるともされる。鎌倉時代には、桂から来る女性の鮎売りを指し、桶を頭上に乗せて売り歩くスタイルをとった。室町時代、15世紀末の1494年に、編纂された32番職人歌合わせには、 カツラ年とと共にカツラの女として紹介されている。1500年に成立したとされる71番職人歌合わせには登場しない。32番職人歌合わせにはカツラメの特徴、白い布で頭部を覆うカツラ法が描かれている。この時代になるとカツラ川での迂回が衰退し、アユを慣れ寿司にしたゆユ寿司、カチグリ、アメといった食料品。 酒樽のような道具を売り歩くようになる。カツラメの証券は、京都市内だけではなく、関西地方の公家や寺院、守護大名の屋敷を渡り歩く、友情的存在となっていく。江戸時代には、白い布で頭部を覆う、カツラ法の特徴は定着し、年頭や発作、あるいは婚礼、出産、家督相続の際には、京都市内の天皇、公家、 京都書次第等の屋敷を訪れ、祝いことを発し、祈祷を行い、やがては、放送や、安山の札を売り歩くこともしたとされる。明治以降の近代では、桂ツの風習は、スタで、時代祭の中世婦人列にその姿を見出すことができる。民族学者の折口忍は、桂ツの呼び方は、桂の里に住んでいたからとする説と、頭に被り物。 カツラをつけていたからとする説の二様の見方があるとし、折口自身は後者の説をとっている。ありがとうございます。